この動画には、以下の成分が含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。祝、チャンネル登録者様1000人突破。皆様のおかげでチャンネル登録者様が1000人突破いたしました。いつもプレミばかりのこの動画でも応援してくださる方がたくさんいて、本当に感謝しかありません。これからもぜひトライアングルチャンネルをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回1000人突破記念ということで、何か違うことをしたいと思い、他の実況者さんとフレ戦をやっていきたいと思っています。フレ戦のお誘いを心よくしてくださった実況者さん、本当にありがとうございます。今回は参戦収録していますので長くなってしまうため、トイレは済ましておいてください。なんでぶっ続けで見る前提なんだよ。停止機能あるだろうが。てへぺろ。可愛くないんだぜ。ほら、変なことしてないでさっさと対戦に行くぞ。はいはい、では皆さん今回も、ゆっくりしていってね。霊夢、急に呼び出してどうしたんだ。実は今回ある方とのフレ戦動画になるんだよ。お前みたいな下手くそクズゴミカストレーナーと対戦してくださる心優しい方がいるのか。マリサ、そこまで言わなくてもいいんじゃない。本当のことじゃないか。それで、今回フレ戦してくださる方は誰なんだ。今回フレ戦してくださる方は、サヤーネさんです。おお、サヤーネさんか。スキポケ対戦日記など、ポケモンの対戦動画を投稿されている方で、ウプ主が実況を始める前からずっとサヤーネさんの動画のリスナーでした。まさか憧れのサヤーネさんとフレ戦できるなんてな。頼むからいい試合してくれよ。頑張ります。では対戦に行きましょう。それではやっていきましょう。緊張するんだぜ。サヤーネさんのパーティーは、ジュゴン、オノノクス、ヘルガー、ラフレシア、電流、バルチャイだね。こちらは初代統一か。初代統一の不遇ポケモンにしてみました。それで選出だが、どうするんだ。そうだね。初手だけど、ヘルガーか電流のどちらかが来そうな気がするんだよね。なのでオノノクス、バルチャイとも戦えるサイドン。あとサイドンが辛いラフレシア対策にドードリを、それと、残りの2体で厳しいジュゴン対策にニョロボンを連れていきます。こんなあっさり決めて大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。って言いたいところだけど、実はかなり悩んでいました。まあ初戦は勝って気楽に行きたいもんな。とりあえず1勝は欲しいんだよね。目標が小さい貧弱トレーナーなのであった。いやいや、サヤーネさんは動画拝見してても本当に上手い方だし、私とはレベルが違うからね。確かにサヤーネさんがお強いのは知っているが、そうやって保険をかけておくのはどうかと思うんだぜ。けならず勝ちたいと、思います。噛みすぎだろ。では対戦までカット。それではサヤーネさん、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に緊張するんだぜ。てかこのパーティー試運転してるのか。2回レイト潜ってきました。結果は、2連敗です。さあ対戦行きましょう。サヤーネさんはラフレシア。さあ行ってこい、サイドン。おいレイム、2連敗してるのかよ。しかもこの対面最悪じゃねえか。コンビニ行ってくる。逃げるなぁ。この状況で私を一人にするんじゃない。だって完全にこれやばいパターンだよね。とりあえずここは草技が飛んでくるだろうし、一旦ドードリをバックでいいと思うぜ。了解。じゃあ一旦戻ってね。行ってこい、ダダ。それはウルトラマンの三面怪人だろ。ドードリを、お前も乗るんじゃない。交代はうまくいったけど、ここどうしようね。ここはサイドンのためにサヤーネさんもラフレシアを残しておきたいだろうし、交代も考えてドリルくちばしじゃなくはたき落とすでいいんじゃないか。そうだね、じゃあここははたき落とす打っていきます。サヤーネさんのラフレシアは交代だったね。電流がいるなら電流が出てくるだろうが、どうだ。出てきたのはラムちゃん。電気技はやめてくれだっちゃ。おそらく電流ないとだろうから叩き落とすは意味ないだろうが、次どうするかだな。しかも麻痺していくスタイル。自覚が足りませんぞ。だからロンじゃやめるんだぜ。ここは卓になるが、正直ドードリオのタスキが潰れた時点で勝負ありだな。まだわからないよ。ここで電気技読みでサイドン出して、その後ラフレシアに交代してくるかの卓にしていきます。お疲れ様ドードリオ、なんで静電気に引っかかっちゃったんだよ。行ってこいサイドン。これで U の波動なら降参安定だな。そしてラムちゃんのメガ進化。さあ、どうなるか。頼むー、電気技ー。お願いします、10万ボルト、ボルトチェンジ、なんならチャージビームでもいいんですよー。はい、この勝負、終わりました。お前どんだけ弱いんだよ、びっくりするんだぜ。ははは、私が弱いんじゃない、サヤーネさんが強すぎるんだ。いや、
サヤーネさんが強いのは間違いない。だがお前が異常に弱すぎるんだよ。次の試合こそは、ちなみにあとは倒されていくだけな何の面白みのない動画になってしまったため、カットはしませんが、倍速かけます。視聴者さん、サヤーネさん、申し訳ありません。そして完全にカマセイヌ的な存在になってしまったニョロボン。このパーティーでレイトに潜った動画も現在作成中ですので、よかったらそちらもよろしくお願いします。そちらの動画では活躍できていると思います。そしてさらっと岩雪崩を外していたニョロボン。それはスルーしておいてー。一戦目は完敗だったな。次こそは、必ず。三連敗なんてしたらシャレにならないんだぜ。それでは一戦目、対戦ありがとうございました。皆さんこんばんは。今回も焦点のお時間がやってきました。普段はマインクラフトの動画で行ってきましたが、今回はチャンネル登録者様1000人記念動画ということで、ポケモンの動画の方でもやっていきます。では、今回もアホでダメでどうしようもないお三方に挨拶していただきましょう。皆さんこんばんは、天才テイレイムです。最近なぜか寝るとき暑いと思ったら、うっかり鉄板の上で土下座しながら寝てしまっていました。利根川かよ、てかうっかりってレベルじゃねえだろ。それではフランさん、どうぞ。どうも、ド天然テイフランです。皆さんも宇宙人と遊ぶことよくありますよね。絶対ねえよ。この前宇宙人のジン宇宙くんと遊んでいたら、名前そのままじゃねえか。いきなり、私宇宙人じゃなくて、火星人ってカミングアウトしてきたんです。火星人だろうと地球外生命体差のは変わらねえじゃねえか。それでは、この3名でやっていきましょう。ちょっと、結局1000人記念動画でも無視ですか。私も。では今回のお題は、皆さんには謎かけをしてもらいたいと思います。では浮かんだ方は挙手してください。はい。はい。フランさん。はい、夫の隠し事とかけまして、水道と解きます。その心は、ちょっとひねれば出てきます。なかなか面白かったですね。ダマダくん、1枚あげて。ありがとうございます。では他にある人。はい、バカテイレイムさん。金太郎とかけて、寝不足と解きます。その心は、どちらもクマが出ます。なんか変な人しか笑ってなかったよ、なんで。では他にいますか。はい。誰もいないみたいなので、また次回。同じ展開じゃねえかー。それではサヤーネさんとのフレ戦の2戦目やっていきます。1戦目はボロ負けだったし、今回を勝ちたいんだぜ。そうだね、頑張っていきます。サヤーネさんのパーティーは、ヒダルマ、ズガイトス、ゼブライカ、マリルリ、サボネア、マッスグマだね。こちらは男の集いパで行くんだな。今回初めてカイリキーのニックネームを公開できるね。お前が一体どんな名前にしたか怖すぎるんだぜ。それは出てからのお楽しみということで、それじゃあ選出決めていくんだぜ。カイリキーは確定で、この動画でもカイリキー絶対選出なのかよ。もちろんです。あと全体的に刺さっている打撃、ドダイトスで行きます。ガバガバ選出だが、まあもうやるしかないんだぜ。それではサヤーネさん、2戦目、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サヤーネさんの初手はヒダルマ。これは珍しく出し勝ちじゃないか。色違いに愛を感じるね。さあ行ってこい、打撃。サヤーネさんは交代してくると思うんだけど、もしそのまま突っ張ってこられたら怖いので、当たることを信じてストーンエッジ打っていきます。もしストーンエッジ外してヒダルマが助けなら終わりだな。マリサ、そんなこと言わないで、本当にあり得る展開じゃない。ヒダルマはトンボ帰りだったか、交代先は何だろうな。できればここで倒したかったけど、後ろにエッジのダメージが入るし、まあいいかな。当たればな。
さやーねさんの2体目はマリルリ、ストーンエッジ当ててほしいね。当たれー。よしよし、偉いぞ。これで装飾マリルリか確かめれるな。さやーねさんのマリルリは食べ残し、これは装飾マリルリかな。おそらくそうだろうし、ここは怪力キーに交換していくんだぜ。了解です、いよいよ怪力キーの名前を広めだね。お疲れ打撃、後でまたよろしく。行ってこい、怪力キー。なんだよ、よくあるニックネームじゃねえか。え、そうだっけ。まあいい、実況に戻るんだぜ。はいはい、さやーねさんのマリルリは毒毒、これは完全装飾だね。まあこの怪力キーは肉食なんですけどね。おい霊夢、私は実況に戻るぞ、と言ったよな。はい、すみません、ちゃんとやります。次は守るを打ってくる可能性が高いし、雷パンチは隠しておきたいので、ここは爆裂パンチを打っていきます。さやーねさんのマリルリは守るか。ここまでは予定通りなので、次雷パンチ打っていきます。あと、毒ダメと食べ残しの時のみ倍速かけさせていただきます。結構時間かかってしまうもんな。さて、では雷パンチ打っていきます。よし、通ったな。装飾マリルリだと H に振ってるだろうし、さすがに持っていけないよね。ちなみにこの怪力キーは帯持ちです。さやーねさんのマリルリは熱湯、どれぐらい入るかな。これならマリルリ突破できそうかな。次も守るしてくると思うが、怪力キーのダメージの蓄積がまずいし、ここは打撃に交換しようぜ。そうだね、まだ怪力キーは残しておきたいし、ではここは打撃に交換していきます。お疲れ怪力キー、いい男食いだったよ。どんな褒め方だよ。そして行ってこい、打撃。さやーねさんのマリルリは守る、よしよし、いい感じなんだぜ。でも交代したのはいいけど、どうやって突破しようか。そんなのストーンエッジ当てればいいだけなんだぜ。マリサ簡単に言うね、でもそうするしかないか、じゃあここはストーンエッジで。あったれー、よっしゃー。この打撃優秀だな。あれ、残っちゃうんだ。そしてお相手は熱湯、これで焼けたらやばいんだぜ。よし、偉いぞ打撃。この体力ならさすがにインファイトで持っていけるよね。おそらくな。ではマリサ様の言う通り、ここはインファイトで。言っておくが私はおそらくな、としか言ってないんだぜ。さやーねさんのマリルリは守るだね。問題はここからかな。次も守るをしてくるかもしれないが、次もインファイト打つしかないんだぜ。ではインファイト打っていきます。さあ2連守るわ。よし、決まらず。そしてお返しのインファイト。持ってけー、セーラーフーク。なんだその掛け声。まあ突破したからいいが。本当に打撃は仕事してくれすぎて困っちゃうよ。じゃあ今度から打撃絶対不戦術で行こうぜ。いやいや、なんで不戦術なんて縛り付けないといけないのよ。おかしいでしょ。さやーねさんの3体目はゼブライカ、不遇ポケモンのゼブライカを思い出してしまうぜ。ゼブライカならドサイドンで相手できると思うし、ここはドサイドン先生で行きたいと思います。打撃、お疲れ様。行ってこい、ドサイドン。さやーねさんのゼブライカは10万ボルト、これはうまく吹かせたんだぜ。では、ヒダルマにもゼブライカにも有効的な自信でいいかな。いいと思うんだぜ、どちらかに輪っかをかけれると思うしな。おや、これはもしかしてこだわっているのか。どちらにしてもラッキーだね、では自信で落としていきます。これで残りはヒダルマのみだな。ドサイドン先生いいぞー。でもまだ油断できないんだぜ、ヒダルマの破壊力は凄まじいし、ここから3盾とか十分にありえるしな。さあ、最終決戦だね。タスキが怖いからロックブラストで行きたいけど、外したら本当に笑えなくなるので自信を打っていきます。ヒダルマはバカ力、ハードロックだし、さすがに耐えてくれるよな。よし、ではとどめの自信じゃー。かっこよく決めたつもりが意外と時間がかかってしまう恥ずかしいパターンだな。自信じゃー。言い直したな。よっしゃー、なんとか一勝できたよ。これでもう次負けても恥ずかしくない。そんな考えでいるのが恥ずかしいと思うんだが。それではさやーねさん、2戦目ありがとうございました。ありがとうございました。お、あんなところに餌が、ダンソン、フィーザキー、ブーザテーサザコンサー、ダンソン、フィーザキー、ブーザテーサザコンサー、ダンソン、フィーザキー、ブーザテーサザコンサー。ダンソン、フィーザキー、ブーザテーサザコンサー。ダンソン、フィーザキー、ブーザテー。ヘッドロックでニブラー、キャー。
ゆっくりしていってね。それでは最終戦やっていきます。最終戦、勝って終わりたいな。2戦目勝てたから緊張はだいぶほぐれたけど、今回も勝てるように頑張ります。最終戦は不遇ポケモンたちで戦っていきます。さやあねさんのパーティーは、草井花、コドラ、チルタリス、シザリガー、ペルシアン、マンムーだね。選出はどうするんだ。やっぱり主人公のジュペッタは入れるとして、あとはシザリガーやマンムーを止めれるトリトドンで、あとこの2体で辛い臭い花に相手できるピジュットでいきます。ピジュットか、久しぶりの復帰戦だな、活躍してくれるといいんだが。それでは頑張っていきましょう。それではさやあねさん、最終戦、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやあねさんの初手はシザリガー、微妙な感じだね。さあ行ってこい、ピジュット。さて、ここはどうするか。さやあねさんのシザリガーがユーマイとかしてきてくれないかな、っていう願望も込めて身代わり打っていきます。願望かよ、お前は何かあったらすぐ身代わりだな。だってもしユーマイされたらシザリガーが止まらなくなっちゃうもん。まあそれはそうなんだが。さあ、ユーマイしてきてくれないかな。シザリガーのハイパーボイスが炸裂するー。ちょっと、ハイパーボイスとか覚えないでしょ。岩雪崩持ってるんだね。ノーガードだし、これはさすがに交代した方がいいよな。暴風混乱ワンちゃん。お前フレセンで外圧しようとするんじゃない。ごめんなさい。じゃあトリトドンに交代しようかな。まだピジュットは残しておきたいしな。ピジュット、お疲れ様、後でまた残るよ。行ってこい、トリトドン。久しぶりの登場だな。さやあねさんのシザリガーは岩雪崩、全く入らないと思うが。さすがトリトドン、いい耐久してるよ。シザリガーはトリトドンに有効がないと思うし、こだわりの可能性もあるからここはリスキーですがピジュットに交代してみます。これで読みが外れたら一気にヤバくなるな。よっしゃー、交代してくれたよ。相変わらずヒヤヒヤプレイなんだぜ。出てきたのは臭い花、ピジュットに変えておいて本当によかったよ。視聴者さん、さやあねさん、勘違いしないでくださいね。こいつは本当に勘で読みが当たっただけです。いやいや、だからなんでそんなに私の信頼が少ないの。ちゃんと考えてやってるよ。ここは暴風打ちたいけど、また交代してきそうなので身代わり打っていきます。これでシザリガーに交代してきたらかなり有利になるんだぜ。さやあねさんは交代先は。交代先はシザリガー、いい感じに言ってるな。私今すごい上手い人に見えてないかな。見えてない？それだけは言える。あ、そうですか。さてここはどうしようか、素直に暴風で行こうかな。今のところ暴風が一貫してるし、良いと思うんだぜ。さやあねさんのシザリガーはアクアジェット、これってやっぱりこだわってるのかな。ピジュットより遅かったし、スカーフではないからハチマキかな。ではこちらはお返しの暴風、どれぐらい入ってくれるかな。おお、一撃か、さすがだぜ。それほどでも、お前を褒めたんじゃない。さて、臭い花は出せないだろうし、さやあねさんの3体目が見れるかな。出てきたのはマンムー。こんにちは、マンムーさん。さすがにピジュットじゃ居座れないし、ここはトリトドンに交代していってもいいか。そうだね、おそらく氷技が来ると思うし、トリトドンに交代していきます。お疲れピジュット、もう一度言うけどまた後で頼むよ。行ってこい、トリトドン。フリーズドライだと。マリサー、聞いてないよー。私だって聞いてないんだぜ。いやー、トリトドーン。レイム、どうする。ピジュットは臭い花のために残しておかないといけないから、ここはジュペッタで行きます。ほら行ってこい、ジュペッタ。扱い。さて、じゃあ道連れだな。ちょっとは考えてください。そうだよ、早すぎるよ。レイムさん、ありがとうございます。そしてまだタッキ残ってるじゃない。そっちか。確かにな、でもクララバリ持ってるかもしれないぜ。でもフリーズドライ持ってるし、クララバリ持ってないかも。もしクララでも耐えると信じて叩き落とす打っておきます。さやあねさんのマンムーは大地の力、クララバリないかな。タスキあるから大丈夫だけど、タスキまで行くかな。素で耐えてくれたね。ではここはつぶ手が来ても耐えてくれると信じて道連れ打っていきたいと思います。
マンムーは氷の粒で耐えてほしいんだぜ。おお、リアルタスキ、ジュペッタ、よくやった。ここで道連れ打てたのは大きいな。これでつぶては打てないし、交代も考え出すんじゃないか。まだピジョットのためにマンムーは捨てれないだろうし、ここは臭い花交代読みはたき落とす打っていきます。サヤーネさんのマンムーは交代だぜ。これで確実にピジョットで臭い花倒せるようになったな。多分持ち物奇跡だと思うんだけど、どうかな。まあそうだろうな。ではもうピジョットで倒せるので、ここで道連れして交代されても困るので、ここは畑落とすでジュペッタに落ちてもらいます。てかジュペッタが道連れ以外で落ちるの久しぶりじゃないか。確かに、いつも主人公らしからぬ害悪ぶりだもんね。サヤーネさんの臭い花はギガドレイン、これでジュペッタはお役御免だな。まあ、ジュペッタにしてはよく頑張ったよ、ゆっくりさようなら。ではこのパーティーのエース、ピジョット、頼んだよ。ここは暴風一択だな。そうだね、臭い花を突破して、マンムーに素早さで勝ってる技だから、あとはつぶてが急所に当たらなければいけそうかな。とりあえず臭い花突破なんだぜ。いよいよ最終決戦だね。ドキドキするんだぜ。ではここも暴風で、頼む、ピジョット、エースの力を見せてくれ。お相手は氷のつぶて、耐えろー。おい、霊夢、大丈夫か？それではサヤーネさん、今回は本当にフレセンしていただきありがとうございました。霊夢、挨拶しろ。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。そして最後無の状態になって申し訳ありません。本当なんだぜ。ですが、本当に楽しかったです。フレセンをしてくださったサヤーネさん、本当にありがとうございました。あと、いつも見てくださってる視聴者様、皆様からの温かいお言葉にたくさん助けられています。こんな動画ですがこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、最近忙しく、米返しが遅れてしまっていますが申し訳ありません。ですが、毎回コメントを楽しみにしておりますので、これからもコメントしていただけたら本当に嬉しいです。あとよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。皆様本当に、ご視聴ありがとうございました。